トキメッセ、トキメッセ、トキメッセ、トキメッセは、新潟県新潟市中央区、モズ島に所在するコンベンションセンターとホテル、業務施設などを内包する超高層建造物からなる複合一体型コンベンション施設の愛称である。新潟コンベンションセンターとバンダイ島ビルの二棟によって構成される。トキメッセは、品野川河口に近い新潟港西港区。 新潟西港の一角を国際交流、経済産業振興の拠点として整備する、モズ島地区再開発事業によって建設された。1992年に新潟県が整備方針を決定し、続いて民間側による複数の開発構想が提案され、翌1993年に県、新潟市、民間側33の企業、団体による、 モズ島再開発事業化研究会が設立された。研究会はその後、モズ島再開発推進協議会に改組され、1996年に、モズ島再開発事業マスタープランを策定し、県のコンベンション施設と民間主体の高層ビルとを一体的に整備する方針が決した。この複合コンベンション施設は2000年10月に、建物本体の建設工事に、 同時着工し、県の新潟コンベンションセンターは2002年12月、民間のモズシマビルは翌2003年3月にそれぞれ竣工し、同年5月1日に全面開業、グランドオープンした。再開発全体のデザインは、牧文彦が率いる牧総合計画事務所が担当し、新潟コンベンションセンターとモズシマビルと双方の中間部に設けられた教空間。 アトリウムと全長340メートルの屋内公共ホロー、エスプラナードで連結、周辺の緑地を含めて一体的に整備した。相性、トキメッセと翼を広げるトキの姿を模したシンボルマークは一般ツノルによって2001年9月に制定された。建造物全体は船をイメージして設計され、ガラスと金属による透明感のある表層部と 水平性と垂直性とを組み合わせたデザインで、モズ島の景観の核を成している。エスプラナード、英語で、高貴な遊歩道などの岩、品野川沿いの2階部分に設けられ、川側は全面が荒す張りである。コンベンションセンターとモズ島ビルトの中間部に、設けられた吹き抜けが前のアトリウムと合わせ、施設全体を連絡するとともに、開かれた都市回廊をイメージした開放的な空間を、 形成している。また機能的にも、展示庁や会議室、オフィス、ホテル等を一体的に配置しているため、隠しコンベンションの流れを一つの空間でスムーズに行える上に、これらを組み合わせることによって、多様なサイ事に対応することができる。時メッセは、モズ島ふ頭のほぼ中間点に位置し、北側には、佐渡汽船の新潟港ターミナルが所在する。モズ島ふ頭は、 この佐渡木線ターミナルが突き当たりで、市街地や市内各方面からモズ島地区へ向かう、道線は南側からのみとなっている。このような周辺の立地構造から各国閣僚らが集まる、国際会合など厳重な警備を必要とする際児の際には、車両の通行制限をはじめとする警備計画の立案が比較的容易となるなど、周辺警備の上では利点が多い。だが、 動線が一方向に限定されているため、大規模な動員数がある祭事が開催される際や、夏季や年末年始など、佐渡期船の利用者が集中する際には、渋滞が慢性的に発生しやすくなっている。モズ島地区の北東側約3トルの地点には、新潟空港が所在するが、同空港に設定された制限表面は、当該地域に達しておらず、高さ1 4 0 5ル。 東野を含め143メートルのモズ島ビルは航空法による建造物の高さ制限を受けていない。国際展示場、国際会議場とモズ島ビルとをつなぐアトリウムによって構成される地上4階建てのコンベンション施設。施設は新潟県が所有し、新潟県、新潟市、新潟モズ島ビルディングホテルシュメッセと県内主要企業などが出資する。 第3セクターの新潟もずしま総合企画が指定管理者として運営管理を行っている。国際展示場の展示ホールは新潟県内のアリーナ型施設としては最も面積が広く各種イベントやコンサートの会場としても活用されている。また2004年から日本プロバスケットボールリーグ、BJ リーグの新潟 R ビレックス BB の試合も行われるようになり、 2007年末には BJ リーグのオールスターゲームが開催された。全13室の会議場、会議室からなる国際会議場のうちメインホールと国際会議室には同時通訳ブースが常設されており各種国際会議の開催にも対応している。オフィス、領事館、ホテル、美術館などが入居する民間の超高層ビル。地上31階建て。 高さ140.5メートル、東野を含め143メートルで、本州日本海側では、最も高い。複合用途の区分所有建物で、新潟モズ島ビルディング以下、モズ島ビル社とホテルフロア、ホテル日光新潟を運営する、ホテル時メッセ、オープン前の称号は、新潟国際コンベンショホテルが共同建築士として建設し、 建造物全体は、モズシマビル社が所有かつ運営管理を行っている。一部フロアは、モズシマビル社が整備、分譲した上で所有権が移動しており、31階の展望室、5階の美術館と、オフィスフロアのうち中小企業向けの企業化支援などを行う県の外閣法人、新潟産業創造機構が入居する11階は、新潟県が、ホテル日光新潟は、ホテル時メッセが、 新潟商工会議所が入居する7階は、同会議所がそれぞれ所有権を有し、以上3法人とモズ島ビル社の計4法人によって組織される、モズ島ビル管理組合が、モズビル社に建造物管理を委託する運営方式が取られている。31階の展望室は、地上125メートルに位置しており、新潟市中心部や品野川、流頭橋、番台橋、 新潟西港などを眼下に望み、遠くは佐渡島や淡島、八彦山なども眺望できる。また夜間には日本海に浮かぶイサリビも眺望できるなど、新潟市近郊の明暗に富んだ夜景を楽しめることから、2004年8月には新日本三大夜景、夜景百戦に、2011年8月には日本夜景遺産に、それぞれ選定されている。なお、 新潟市は2011年、平成23年9月5日、ホテル時メッセと津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定を締結し、大津波警報を、津波警報の発令時における避難施設に指定した。これは、同年3月11日の東日本大震災を受けた施策の一環で、モズ島地区は津波による浸水被害が想定される区域に該当する。 時メッセの避難場所は2階のエスプラナードとモズシマビルの内ホテル日光新潟の3.4階が指定されており1560人の避難者の受け入れを想定している。新潟県は2009年度、平成21年度から展望室の維持管理費を削減する大対策として展望室に施設命名権を導入し、その権限を 指定管理者に委ねる形で管理者側の減収分を補充する方針を示した。これを受けてホテルトキメッセは同年9月に売却先の公募を実施し、その結果県内を中心に数社から応募があった。選考の結果10月9日、主力製品のバカ受けを冠した名称案を示した栗山米価売却先に決定した。ホテルトキメッセは選定理由を バカウケはすでに知名度があり、親しみやすいとしている。契約条件は、年間120万円。期間は2009年12月1日から2012年3月31日までの三個契約で、故障は、ビフコバカウケ展望室に決定した。その後、前述の三カ年契約が満了した2012年春以降についても両者は施設命名権契約を更新し、 引き続きこの故障を使用しているが、契約更新に関する詳細は公表されていない。なお、時メッセに内包される、県有施設に関する規定は、県の新潟コンベンションセンター登場令に定められているが、展望室の名称は単に、展望室とされている。ただし広報上では、どの施設に所在するかを明示するため、便宜上、展望室、時メッセと表記する場合がある。 トキメッセのコンベンションセンター側ロータリーと臨港道路を挟んだ向かい側に所在する新潟県内のラーメン店が集積した屋台村形式の複合施設。こちらも新潟モズ島総合企画がテナントを募って運営にあたっている。2004年4月29日、モズ島 D 駐車場に隣接する芝生広場を活用してラーメン店7店舗、アイスクリーム店に1店舗の 計8店舗でオープン。各店舗それぞれ特徴のあるメニューを提供しているが、店舗は年々減少し、2013年2月現在の出店数は、ラーメン店3店舗となっている。2003年8月26日午後8時20分、頃、時メッセに隣接する、モズ島市、e、駐車場、自走式実体型と佐渡線2位型港ターミナル等、結ぶ連絡デッキ。 全長220メートルのうち、時メッセと E 駐車場を連絡する箇所が突如、倒壊した。倒壊箇所は、デッキのうち鼓動橋となっていた部分の1スパン、延長約63メートルで、デッキ下の地上部を経由して、佐渡木線ターミナルに至る、臨行路を塞ぐなど一歩間違えば大惨事になりかねなかったが、当時、時メッセでは大規模な災事等は特に行われておらず、 またフェリーの発着時間帯の合間であったため、落下箇所には通行人、車両ともなく、幸い死傷者はなかった。また、北朝鮮の過客船万四本号が同日、モズ島不頭からほど近い中央不頭から出港したばかりということもあり、マスメディアやヤジウマ、その他団体が西港区周辺に多数おり、一時はテロの可能性との語報まで流れる騒ぎとなった。 東海箇所のうち駐車場部分の供要を開始したのは2001年4月17日、ドキメッセ側の全面供養を開始したのは2003年4月と、まだ日が浅かった上、事故発生当時は風も弱く、外的な作用をほとんど受けない中で、デッキの1スパンだけが倒壊したことから、発生直後は原因を特定できなかったが、その保県が組織した事故原因調査委員会が行った、 調査の結果、設計上の問題であったことが発表された。モズ島地区はもともと昭和時代初期に埋め立て地として開発され、非常に軟弱な地盤であることから、構造設計に軽量化が求められた結果、強度に余裕の少ない設計手法や工法が採用された、上に施工上のミスが重なり、事長に耐えられなくなり倒壊した、との結論に至っている。 前述の調査報告を受け、県は、デッキの設計、施行、管理を担当した経力者を相手取り、建設費など、契約8億9000万円の損害賠償を求める民事訴訟を2004年9月7日付で、新潟地方裁判所に提訴した。これに対しデッキの設計を担当した、構造設計集団は、調査報告書において、原因を設計ミスと不当に公表され、 合理性のない主張によって営業損害を受けたとして県に契約三億円の損害賠償を求めて二千九年十月二十四日付で同地裁に反訴した。裁判は双方の主張が平行線のまま長年にわたって行われ二千十二年三月二十六日の判決公判で同地裁は県側が専門家による事故調査委員会の報告書をもとに通路側面の 謝罪ロッドと床板の定着部下崩壊が始まったとしたことを疑問視し他の原因の可能性についての検討が不十分と判断した。その上で報告書の論証過程には大きな疑問が残ると言わざるを得ないと指摘し県側が主張する事故原因を立証できないとした。また SDG の反素に関しては報告書は一定の合理性があったとして 双方の請求を帰却した。これを受けて県は、設計、施考の技術的側面で争うよりも、そもそもの契約責任としての債務不履行責任、等の法的責任を問うと訴訟方針を変更し、同年4月9日付で被告を三者に絞った上で、東京都裁判所に控訴の手続きを取ったが、同行裁が和解を勧告したため協議した結果、 事故は設計上の問題によって発生したとした上で、和解金として、新潟県建築設計協同組合が7500万円を、また解決金として試工業者の第一、建設工業が400万円、デザインを担当した、牧総合計画事務所が100万円をそれぞれ支払うと、する和解勧告が2013年11月27日付で、正式に示され、県は、 翌11月28日、この案を12月の定例県議会に提出の上で審議する方針を示し、12月4日に開会した議会での和解議案承認を経て、12月26日に正式に和解が成立した。県は前日の調査終了後、落下を免れた箇所も含めた連絡通路の大部分を安全確保のため撤去し、 E 駐車場と佐渡木線ターミナルの間の架橋部分、延長114メートルについては2005年、設計変更の上で、約3億4000万円で再建した。合わせて、時めしせのアトリウムから、臨港道路を横断する連絡通路も、崩落の危険性があるとして歩行者を、通行禁止にし、ジャッキアップした上で補強する措置が取られた。だが、当時の事故箇所に相当する。 時メッセから臨港道路をまたいで、E 駐車場に至る佳境部分、延長84メートルについては、県が訴訟の賠償金を再建費用として充当する方針を取ったため、再建が見送られ、時メッセと E 駐車場を及びターミナルの徒歩連絡は、臨港道路の歩道を経由するなど一旦建物外に出なければならず、利便性の低い状況が10年以上にわたって続いていた。 県では訴訟の和解成立を受けて県予算による通路再建の検討を進め、復旧費用を2014年度の県予算に計上するなど事業を再開した。事前の試算では再建費用が約2億5000万円。設計や施工を含めた工期は最短1年以上を見込んでいた。そして設計の上で2015年1月に本格着工し、 同年10月中の竣工を予定していたが、周辺の地盤が想定以上に固く、特殊大型重機による掘削が必要となったのに、加え、橋脚周辺に埋設されていた、上水道管や高圧電線の移設が必要になった、ことなどから、県は2015年8月22日、後期を4ヶ月間延長して2016年2月の竣工都市、 公費も7200万円増の3億2000万円となる旨を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。